丸島のダブルメッシュネオスプリンということになってます。で特徴としましてはですね、こちらが粗めのスプリンになってます。でこちらは全面閉塞しないようにですね、凹凸をつけてまして、ビニールだとか葉っぱだとかですね、まあ、そういったやつを、ここで補足します。で、ここで補足したやつですけども、まあ、全面閉塞はしないようにですね、こちらのとこから抜けていきます。でその後ですね、こちらから通ってきました微細なゴミがですね、こちらのパネルに、補足されます。で補足されたやつはですね、ずっとスクリーンとともに上がってきまして、サイドスプレーでもって、補足、外側に出されます。で外側に出されたものがですね、こちらのトラフで搬出されて、まあ、回収されるというようなものになっております。